君に相談がある。実は坂本君を怒らせてしまってね。新政府に慶喜公を加えるという坂本君の構想に長州と薩摩はどうしても承服できなかった。何が正しいかは何を重んじるかによって変わる。つまりどちらも正しいんだよ。困ったことにね。ともあれ、ここまでこぎつけたのは坂本君のおかげだし、今は仲間内でいがみ合っている場合じゃない。私は引き続き薩摩との調整を続けるから、君には坂本君の様子を見てきてもらいたいんだ。先ほど大宮の近くでお涼さんに偶然会ってね、同様のことを話しておいた。君もお涼さんと一緒に坂本君を諭してもらいたい。頼む。そうだね。あら、こんにちは。もしかして龍馬に会いに行くの？さっき大宮さんの前で龍馬に会ったから、また無茶しないでねとは言っておいたけど、龍腕を思いつきそうやき大丈夫ぜよ。だって本当に大丈夫なのかな。何か言い出したら聞かない人だもんね。私は見守ってるしかないのかな。そうだ、龍馬に差し入れを持って行ってあげようよ。何がいいかな。あんたも一緒に選んでくれる？じゃあ行こう。龍馬の好物は何だっけ。差し入れも買えたし、早く行こう。龍馬は大宮さんにいるはずだよ。今のは大宮さんの方から。私、誰か探して呼んでくる。あんたは龍馬をお願い。船に乗った気でいればいい。
だ。お役立てください。
んでくださいよ。どうぞコーヒーじっくり選んでくださいよ。コーヒー気に。コンクニを選択するがやなかったがかい。お前は死ぬな。死ぬなよ。お前を惑わせる因縁、これで断つことができた。何の用が来る。お前の目も覚めるだろう。お涼、慎太郎が怪我しとる。すぐに見てやってくれ。今は自分のことを考えな。ねえ、しっかり。太平洋みたいなでっかい夢はどうするんだい。そうじゃ、やっと見えてきたんじゃ。今国の新しい形が。脳のあるもんは身分を問わず雇い入れる。パーラメントを作る。それからわしは海を渡って広く世界を見るんじゃ。まず自分が変わらんと世界を変えられん。頼んだき。
そっとじゃ。湯を持ってこい。たっぷりとな。こりゃ長丁場になるぞ。頼む。少し痛いですけど、我慢しましょうね。やれることはやったわ。あとは待つだけよ。奇跡が起きるのをね。目を覚ますまで私たちがここにいる。あんたはあいつを追って。龍馬が起きた時見せてあげて、新しい日本を。何も大戦をやろうってんじゃない。あいつらに力の差を見せつけるってやつだ。兵の数は我らが圧倒しております。戦いが始まれば薩長も早々に考えを改めるでしょう。ああ、手早く和議に持ち込みたい。戦が長引けば異国に食い物にされるだけだ。牢から出してやっただけでも感謝したまえ。君のせいでおちおち交易もできなくなったのだぞ。ならば我らに武器を売ってくれ。あるだけ欲しい。